ございます。ゲトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一人二役というか、この猫役も演じていただきたいなと思ってて、はい、で最終的にはこの猫と二人の掛け合いみたいな動画にしたいなと思っています。まあ、結構全体としてなんか楽しげにあの、うん、猫とお二人で喋ってるなっていう印象になればいいなと思っているので、はい、はい。皆さんこんばんは、小野賢章です。今日からスマートニュースが厳選したちょっと心が軽くなるニュースをお届けします。本日のほっこりニュースです。猫のもふり旬シーズン到来。今年も冬が始まりましたね。寒毛期、つまり猫がモフモフになるシーズンに入りました。 SNS で猫の動画とか画像が出てきたら無意識のうちにタップしちゃうくらいには猫が好きです。タップするまで何秒ぐらいかかるの？タップするまで 0.1 秒。だ、猫がいたら1年分のモフモフをね、あの年末年始でモフモフしてやりたいと思いますよ。ちなみにモフモフしてるときどんな感じかやってみて。え、さっきもやったけど、うわーかわいいねー、よし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 、うりおりおりおり、モフモフモフ。なるほどなるほど。サッカー人気で日本人に寝不足の危機。今サッカーが盛り上がっています。注目の試合が夜遅い時間から始まることもあり、全国的な寝不足が懸念されています。盛り上がってるよね、すごいサッカーね。そんなに詳しくはないんだけど、でもね、あのサッカーアニメとかで声優をやらせてもらったりとかして、あの少しはわかります。牛すじに一言言ってほしいにゃん。牛すじに一言言ってほしいにゃん。もう一パターンお願いしますにゃん。大根のほか、牛すじ。これ意外とさ、牛すじが必ずあるっていうところないよね。コンビニのおでんで牛すじ見つけた時のテンションの上がりっぷりって言ったらもうやばいよ。どれぐらい上がんの？うん、牛すじだ。ありがとうございました。わあ、すごい。いつとともさんをイメージして。わあ、ありがとうございます。柔らかい感じといろんなキャラクターを演じられてるんで。ありがとうございます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 。お疲れ様でした。大丈夫です。大丈夫です。ああ、マジ。きっとほっこりしました。ありがとうございます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 。ありがとうございました。まあ、ほっこりするようなニュースなのかみたいな、こう微妙なラインの。話をたくさんさせていただいたので見てちょっとでもこうなんかほっこりしてもらえたらなと思います。はい。